STS-45 はアトランティスを用いて行われた1992年の宇宙飛行ミッションである。約9日間のミッションで、非放出型の曝露ペイロードを用いた応用、化学大危険実験アトラス -1 ミッションが行われた。打ち上げは当初3月23日に予定されていたが、大ビタの線尾部分で、 液体水素と液体酸素の濃度が許容値よりも高かったため、1日延期され、3月24日午前8時13分に打ち上げられた。故障点検において、漏れは再現できず、技術者は原因は主水神経の配管であり、極低温に保たれた水神剤の温度の問題ではないと考えた。打ち上げ時の重量は105,982。 キログラムであった。オービタのカーゴベイに積まれたスペースラブパレット2台でアトモスフェリックラボラトリー4アプリケーションズサイエンスペイロードが運ばれた。アトラスマイナス1は非放出型の暴露ペイロードでアメリカ合衆国、フランス、ドイツ、ベルギー、スイス、オランダ、日本からの12個の機器が備えられ、大気化学、太陽放射、宇宙プラズマ物理学、 紫外線天文学の研究が行われた。アトラスマイナス1の機器には、アトモスフェリックトレースマリキュールスペクトロスコープ、グリルスペクトロメータ、ミリミター、ウェーブアトモスフェリックサウンダ、イメージングスペクトラメトリックアブザーバトリ、アトモスフェリックライマン、アルガーエミッションズ、アトモスフェリックエミッションズフォートメトリックイメージャ、日本の人口オーロラ実験となる。 スペースエクスペリメンツウィズパーティクルアクセルレーターズ、アクティブキャビティレイディオマター、メジャーメントオブソーラーコンスタント、ソーラースペクトラム、ソーラーウルトラバイオレットスペクトラルイレイディアンス、モニター、ファーウルトラバイオレットスペーステレスコープがあった。その他のペイロードには、シャトルソーラーバックスキャターウルトラバイオレット、一つのゲットアウェイスペシャル、6つのミッドデッキでの実験があった。 1992年4月2日午前6時23分、ケネディ宇宙センター第33カスソウに着陸した。ロールアウト距離は2112メートルであった。ミッションは科学実験を続けるために1日延長された。着陸時の質量は93,005キログラムであった。ありがとうございます。